300辛で。300辛鍛えていくよ。スープカレーがスープカレーじゃなくなってる。汗が止まらん。どうしたん？筋トレデビューした。お、坊ちゃんです。お、ということで、うん、スクワットしすぎて、うん、足が痛い。おーおーおー。それもね、うん、スペシャルド S インストラクターをね、うん、つけたらね、もう死にそうなんですよ。吐きそうになったからね。それ俺やないかい。ということで、坊ちゃんが楽勝しすぎたから。うん、あ、楽勝してた。うんうん、あ、そう。ということで、うん、足は鍛えたので、うん、今から内臓を鍛えていくよ。内臓を鍛える、何で？カレー。カレー。ここ。はい。スープカレー、ラマイさん。お。クーシバチャンネルといえばラマイさんでしょう。そうですね。僕行ったことなかったんで、うん、ここの300からで。300から？鍛えていくよ。お、じゃあ行きましょう。行くよ。ということで入ってきました。お。なんかね、うん、このスープ、10からから無限ってあるから。うんうんうん。これね、300にしてるからね。なるほど、300から。お、クーシバチャンネルといえば100を超えないと意味がないでしょ。うん、いや、そんなわけでもないけど。あ、そう。過去みんな100いってるから、うん、僕は300で鍛えるから。あ、わかりました。はい。はい。じゃあ、注文していきましょう。はい。ちょっと待って。うん、これさ、うん、こう辛さはわかった。うん、いやいや、辛さより順番がまず間違えてんねん、坊ちゃん。説明するな、ラマイさんの順番を。うん、まず、ベースのこの、ね、スープカレーを選んでから、はいはいはい、でこのトッピング類、うんうん、ここを選び持って、最後に辛さやから。あ、そうなん。こっちから見るんじゃない？こっちから見るんじゃないねん。びっくりした。俺、どれが300いったらいいんかなと思って。じゃあ、どれ行くんですか？じゃあね、うん、やっぱりね、うん、筋トレ明けやから、うん、チキンにするわ。おお、タンパク質ね。おお、チキンね。はいはいはい、うんうん、わかりました。はい。でもここ良心的だね。柴さんの財布を痛めれないんだよ。あ、そういうことか。300からにしても無料なんだよ。ちなみに300から頼んだ人は初めてらしいです。ですよね。はい。ですよね。ちょっと楽しみやからね。待っていこう。はい。ということでやってきます。300から。結構赤いよ。赤いっていうかさ、あのね、突っ込んでいいかな、うん、スープカレーがスープカレーじゃなくなってる。普通のカレーなんかな。これスープカレーじゃないよ。普通のごく一般的な、むしろちょっとあのじゃがいもめっちゃ溶け込みましたみたいなカレーになってるけど。そうやな、とろみのあるカレーやな。だってこれがさ、300からやんか。おうおうおう。で、こう僕が頼んだ方やねんけど、これが本来のスープカレーね。そうやな、めっちゃシャバってんな、ね、そうそう、シャバシャバやろ、うんうんうん、ね、こっち見て、え、なにこれ、プルプルやな、プル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 、しかも赤いし、そうやな、色がおかしいな。いただきます。はい。じゃあこの300タラを柴さんにテイスティングしてもらうからね。これどこ取ったらいいんだ。もうどこでもいいけど、少量にしてくれる。あ、もうそんなもんでよろしいです。入ってこない。入ってこない。オッケー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 、もうそれでいい、それでいい、オッケーオッケー、ね、はい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 、はい、まず普通の方ちょっと行くな。お、2からでちょうどいいかな。おおおおお、2からちょうどいい。どういうことだ。辛いって、そういうことか。ちょっとまあ食べてみよう。僕説明するわ。いただきます。はい。美味しそうだね、これスープカレーだもんね。あれ、口の中に入れた時の粉粉しさよ。おう、この粉粉しさは、うん、思い出した千倍カレーだね。そうだよね、うん、うんうんうん。ただあの、なんていうの、辛さ自身の攻撃性はそんなないの。ただものすごいこねこねしくて、この蓄積されていったらなんか内臓が死んじゃうみたいな。だから鍛えるんじゃない。そういうことだ。うん、あ、いい板。あのね、さっきテイスティングした分があるやん、あれをこっちのスープカレーに入れることによって5辛ぐらいになるんちゃうかな。ああ、そういうことね、うん、粘膜にとりあえずへばりつく。へばりつく。いいんだよね。
あ、これはいいわ。お野菜が優しい。そんなパン美味しいの、うん、500でもいけるんちゃうか。500いける。500になったら、うん、もはや固形やろな。完成やな。あ、チキンね。これが僕の筋肉を増やしてくれる。お、うんうん、足の筋肉がついてきたぞ。ついてきた。お、で、坊主だって筋トレでな。もう俺あかん、もう俺あかん、もう俺あかん、もう限界、無理、無理言ってたもんね。20年ぶりに筋トレしたからね。どんだけぐうたらな生活してたかとか言いながら見せてやらされてるからね。ド M やろ。うまい。で、普通の食事になってるやん。おいしい。粘膜にへばりついたのがやばい。早くして聞こみそうになる。おいしいよ。見た目さ、ちょっとおいしいカレーやんか、うん、これ食べたらびっくりするぐらい細っぽくて、すごい唐辛子食べてる感じやからね。そうだよ、一気に汗が吹き出してきた。今日筋トレ、もう可愛いタオル使ったから、可愛くないタオルしか残ってない。あの食堂とかであのテーブルに置いてそうなタオルの柄やな。そうやろ。残ってなかったの。今日は使い切った。だって筋トレ終わって、もう俺あかん、ちょっとトイレ行ってくるわって言ったもんな。吐き、ほんまにね、吐いてはないけど吐きそうやった。本当にやばかったね。結構ね、僕ね、友達で行ってたね。友達がトイレに行くね、いつも。追い込むスタイルやね。なんかね、もともと筋トレやってた、最近やってたすごいね。僕が5回で死にそうなやつを柴さん20回ぐらいやってるから、ね、普通の顔して。そんな普通やろ。あれはやばかった。まあでも頑張っていくよ。頑張っていきましょう、うん、そのためにも今日はパワーをつけて、一応鍛えて。あの、ライス食べないですか。ライスさ、スープカレーの場合タイミングが分かんなくない。え、それスープカレーじゃないからもうタイミングないよ。あ、そう。もうそれ普通のカレーなんて思うんだよ。スープカレーじゃないよ。なんかあるみたいよ、食べ方っていうのが。これコートってこうドボンするんじゃないの。多分ドボンかな。せえへんのかい。一回ドボンしてみて。一回ドボンしてみて。ドボンしてみて。ドボン。よっしゃ、ドボンしてみて。あー、全くドボンせんな、これ。ドボンならんよ、うん、逆に。あ、今日いい感じに。うん、米とスープカレー食うことによって、なんか口の中が逆になんかおかしい。僕の予想言っていい？お、多分な。まあ、これ系が入ってるんだと思うね。あ、なるほどね。うん、今日これが多分な、3本は確実に入ってると思うわ。ああ、そうやな。バンバンバンって。そやな、汗が止まらん。有酸素運動したら発汗が良くなるんやな。それ有酸素運動ですか、うん、まあまあけど、あの僕の名言で生きてることがあの永遠の有酸素運動という名言があるんで大丈夫です。いや、この300は楽勝やわ。ちょっと辛いの大丈夫な人はもう楽勝。楽勝ではないよね。お腹の満たされてる感が全部唐辛子やな。あ、そっか、そうやな。でも激辛マニアは唐辛子で満たされることが幸せやから。そうか、そうか、そういう特殊能力持ってる人おったな。そういや、そうそう、俺だってもう例えばやで、うん、縁起悪いけど死んで棺桶、うん、入るやん、うん、真っ赤な唐辛子のまみれの上に寝たり。おお、なんかの料理でありそう。これさ、結構食べたけど米きついな。米と一緒に食べるもんじゃない。米きつい。筋トレ後に食べるもんじゃない。いやいや、パワーの源ですから。いや、米いらんやろ。いや、米いる。炭水化物もね、いるから、筋肉には。米とね、スープしかなくなったからね。うん、辛さじゃなくてお腹いっぱいで、ほんまにもう箸が進まんのよ。普
スプーンやけどな。ちっちゃいことにこだわるね。大きい男になれないよ、そんなことしてたら。そんなことしてるからその母親になるんじゃ。おそやな、大きい男。そんな怖い。女子か。150でよかった。女子やろそれ完全に。女子でいいよもう。ボンコちゃん、ボンコちゃん夜なってきたらひげが目立つからな。無理やわ。4K やめて HD にして。HD にしといて。 SD にしようか。お SD ガスで。 SD ガスにしといて。あんまり苦しい。めっちゃ多いやんか。300入れとこもう。遅いけど最初から。ちょっと待って、ちょっと、なんで上にやる、下にやればいいんちゃうそれ。そうあ、そういうことね。なんで上重力に逆らって登っていくの。何かとさ、逆らいたい時期なの。あ、筋トレでは重力全く逆らわへんのにな。逆らってなかったね。お、坊ちゃんラストスパート。完食です。おめでとうございます。ごちそうさまでした。ちょうどお腹いっぱい。破裂する。今度から150にしよう。女子か。